こんばんは、今ベロン色。どうもこんばんは。今日ですね、お昼の3時からデート配信をね、予定してましたが、まあ、ガーコちゃん、こういう理由でね、まあ、できないということなんで、で、はっきり言って、もう明日はちょっとする気がなくなりました。はい。今日ちゃんと起きてたんですけど、はい。イベラストって、イベントって28日までじゃないの。27日までなの。明日なんだ。明日最終日だし。なるほどね。で、ちょっと今日はもうデートの気分になっちゃってるんで、誰か今から焼肉行きませんか。焼肉、めちゃくちゃいい焼肉ご馳走しますよ。はい。ガーコちゃんの代わりしてくれる人ね。はい。ということで、まあ、ちょっとしたら、ちょっと白カビ行って焼肉とつまちしようかな。うん。で、まあ来た人と焼肉行こうかなっていう予定にしますか。今日の放送内容は、で、超高級店の個室連れてきます。俺の行きつけの、すごい人数になったら誰でも連れて行きます。はい。リスナーでも、まあ、配信に移れるなら誰でもいいですよ。はい。で、まず皆さんね、ナイスをしてくださいね。こんなことまずしないからね。はい、家族7人 OK。 はい、100人でも OK。 今あれだから、どうしようかな。19時に白壁集合。19時、緊急告知、19時、白壁前集合。19時、19時、新宿ゴジラ前、ゴジラ前集合。何人でも OK。 こうしよう。久しぶりにお金を使う企画がやってきました。金使います、たまにはね。まあ、緊急告知だから言うて、まあ1時間半しかないから、まあ近場の人しか無理でしょう。はい。愛子でも愛犬も知らんな。なんで愛犬連れてくるんや。女性限定、もう男でもいいよね、言うなら。家族総出 OK。 ちっちゃい言葉何も言わない。年齢、性別、何も問わない。そんな器ちっちゃい男じゃない俺は。男でも誰でもいいでしょう。売名でも何でもいいよね。そんなの関係ねえわな。で、肉はまあ人数が増えれば増える分まで、まあ、食べれる量が制限される。
例えば1人の場合無制限でも1人増えると、10切れまでとか、うん、であまり大所帯が来るとやっぱり大ライスは固定、大ライスとやっぱカルビ食べてもらったりなるよ、うん、で俺は1人でユッケとか食べる、うん、俺はね、さすがに何でもありはない、何でもありはさすがに無理ということです。はい、じゃあ皆さんね、なんか新しいアイテムが、できたらしい。でちなみに今までのアイテムの倍率まず紹介します。今までのねイベントアイテム、まあ、今やってますけど、だいたいこれぐらいのパーセンテージ、20倍はなんと 1% で、10倍 4% で、5倍が 10% 合わせて 15% で倍が出るよっていう、うん、のが本来の、まあ、今までのイベントだったんですが、なんとですね新しいアイテムがなんとできました。こちらですね。でこれがキツネちゃんさんふわブロックを3個プレゼントしました。これがねとんでもない応援をする豚さんっていう、うん、これとんでもない応援する豚さんっていう、これすごい名前長いけど、でこうパーセンテージがなんと20倍が 4.5 倍、だから今までの 4.5 倍、うん、でね2倍っていうのが採用されてて、これは 9.5% だから 14%、 今までの場合は 15% だけど、まあ 14% で、まあ20倍が出ると、うん、っていうのが5月1日からまあ始まるんで、5倍10倍がない、その代わり、その代わりも全部2倍になってる、うん、高リスク焼肉、はい、で俺は採用したい、で来月からもうこのアイテム買ってください、もうオールこれでいきたい20倍のが絶対強いでしょ、うん、これは絶対いいと思うよ、間違いなく。ツイキャス復活してる？ツイキャス？え？あ、ほんとだ。皆さん、ツイキャスバン解除されました。ありがとうございます。なんと、約1ヶ月。ツイキャス長かったな、バンが。これでまた何かあったら追加していきます。ちょっとおすすめ規制もあれしようかな、さすがにおすすめ規制だよね、おすすめ規制もちょっと確認してみるわ、さすがに。でなんでなったかって、あのシュランゲーね、マッコリ飲んで暴れたやつ、あれでなっちゃった、なぜか知らんけど。あ、やっぱりおすすめ規制になってますね。焼肉行きたかった、19時まで焼肉行かないの、誰もこんなチャンスないでまあただね、ネックはまあ配信をつけてるという、うん、配信をつけちゃってるんで、うん何着てけばいい？女の子はまあ露出系、ミニスカートで生足系がいいな。どっちかっていうと。もう男は何でもいいけどね。うん。でももう、汚いとか不潔なやつは無理。ちょっとやめてほしい。清潔感はやっぱ欲しいかな。清潔感ない人は来ないでほしい。残念だけど。
まあ谷間はどうだろうな。でも汚い谷間見せられても困るから、綺麗な谷間だったら見せてほしいっていうぐらいかな。結構ブツブツなのに谷間見せてくれてる人もいるからね。あんまりそういうのはそそらないです。ということですね。フラブロッカーでやんす。ちょっと追い上げたい。どうせ来たらわちゃわちゃなっちゃうから19時まで。はい。で、一応用意しました。はい、もう100人来てもいいように用意したんで、これだけあればいけるでしょ、さすがに。準備しました。これも全部使おうかなと思ってる。先月のマンスリーの賞金100万円。最近あんまお金使ってないんで、配信にお金かけようかなと思って。5倍きた、ファンタスティック。誰だ、ルーちゃん、すごいわ。ルーちゃんファンタスティック、昨日からバグ投げ、ありがとうございます。センキュー。こうみんなのおかげでね、賞金もらってるんで、賞金をもうふんだんに使っていく。もう毎日使うよ、もう今月は。彼氏と言ってもいいですか、ぶん殴ってやろうか、気持ち悪いね。彼氏と言っていいですかって、彼氏がお金ないね、俺におごってもらおうって、彼氏惨めじゃないね。もし彼氏に01とか焼肉食いに行こうぜって、もし彼氏が言ったんだったら別れた方がいいよ、そんな解消のないやつ。男のプライドも見栄も何もない、そんなやつ。俺だったらてめえのね、女の前だけでは見え張るよ、さすがに。だからええやんとかってプライドない男はちょっと仲良くなれない。俺は見えっ張りだから、どっちかっつうと。まあいいんじゃない、そんな来るなら来た来たで。で、俺はね、こんな緊急的にやってるし、誰も来ないと思う。で、一人で焼肉食べると思うよ。そんなもんだよ。そこまで勘違いしてないんでね。生きた金の使い方しないよ。え？何？生きた金の使い方。死んでる？このお金の使い方は。何？交通費は出してもらえ、もう来るなよ、そんなケチケチ。交通費とかネチ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 、金言ってるやつは、金貸して交通費あれやあれほいこれほいいやほいとか、アホか、気持ち悪い。来るなよそういうやつは。そんなやつが来たら、じゃあ帰りもちょっと交通費ね、横浜から来てるんです交通費がとかも、気持ち悪いから疲れるんだよ。金使って金に疲れなきゃいけない、嫌だよね。もう疲れさせないね。タバコ代もいいですかとか、ちょっと電車代がないからホテル取ってもらっていいですかとか。すいません、子供がご飯食べずに待ってて、焼肉をちょっとお持ち帰りで。え、何がいいの、この上タンを5人前ってどんだけ頼むの、家族に。やめてくれる、そういうの。テイクアウト。自分でむさぼりつくんだろう。車で来たんで駐車場代が、でちょっと高くて5000円くださいとかね。嫌でしょ。そんなやついるよ。だって金貸してて、マジで多い連絡。ガーコ抱いたの、ガーコぶちされた。ガーコちゃん、今日は目覚まし合わせたんだね。ぶちされたよ。もう行かなくていい、もう一回ぶちされたから。
もいい、別日に行く、うん、ガコちゃん、ゼロリスクさん、ずっとね、お昼ランチ行きたいって言ってたから、もともとね、一緒に焼肉でも連れてってあげようかなって思ったんですよ、うん、そしたらなんかお父さん、旦那さんがどうのこうの言ってるんで、うん、緊張したったんだな。いやいや、会ったことあるから、むしろね。子供3人ってさ、少し考えねよ。こんな夜に新宿に夜な夜な子供連れてきて、しかも配信者のところに。頭大丈夫？子供のこと何とも思ってないの？少しは親が考えてあげなよ。ねえ。聞くこと自体間違ってるんじゃない？そもそも違う？まあ連れてきてもいいけどね、俺と食べずに別宅で食べな。じゃおごってあげるよ。じゃ普段ね、子供に食べさせてあげてない、焼肉食べさせたいっていう、そういうね、切実な思いだったら別の宅用意してあげる。で、食べたら、うん、で子供に美味しいの食べさせてあげたら、うん、そんなのネタにするつもりないで、俺は。残念だけど、うん、君とは食べれないよ、お母さんとは、うん、それでもいいならね、うん、まあ、なんつったって今回の趣旨は急にやってるんで、誰々は無理とか一切ないです。はい、誰でもいいって言って、うん、もう縛りがない、うん、縛りはありません。でもそろそろ時効かな。柏木由紀ちゃんブロック解除するか。そろそろ。ね。約もう5ヶ月ぐらいブロックしてるからね。うん。ちょっとそろそろ解放してあげようか。由紀ちゃん。もうだいぶお灸据えたんじゃない。うん。うん、反省したんじゃない、少しはね、うん、でずーっと言ってきてるから、でしつこくもうしなくなるかちょっと調査するわ。じゃあ柏木由紀ちょっと解除する、解除してみるから、でちょっと様子見てみよう。友達リスト、ブロックリスト、柏木由紀ちゃんブロック解除。よし、解除しました。はい、5ヶ月の時を経て、でしつこいようならまた NG 入れます。しつこいのが苦手。リスナーさんも、もう連絡してこないでって言ったら連絡しない方がいいよ。しつこくされるより、やっぱしつこくする方が好き、どっちかっつうと。うん、行っていいつか、もう1時間しかないから来ないと。確認してる暇ないで、だって緊急でやってるんだから。ねえ、それ悠長なこと言ってられないで、1時間しかないのに。どうせ誰も来ないんだろう。一人で食べるわ、
俺は知ってるから。うん、行く行く。どれぐらい来る、どれぐらい来る、来る人いる。うん、私行きます。一人二人、二人も来る。三人も来る。三人四人。あ、やっぱ来るね。うん、あ、結構来るね。これ店をちょっと考えないとな。うん、で7時回ったらダメに決まってんじゃん、うん、ダメに決まってるでしょ。1人カルビ3切れだね、そんなにたくさん来たら。うん、一応30万用意したけど、できたら5万ぐらいまでに済ましたいから、もったいないからね、お金が。でも例えばすごい投げ師さんが来たら、その人は食べ放題。うん、でよくわかんないリスナーさんはカルビ3切れとかにしないとちょっとね、うん、普段アンチしてるかもしれないから、わかんないからね。うん、何眉の嘘めくってって。会えるだけで嬉しい。いいリスナーだね、ほんと。はい、お疲れ様。ふわちブロック投げてね、あとナイスとたりしてね。何、うん、まゆの家にたくまが泊まってるの、いいじゃん。うん、お似合いじゃん。結局男がいないと無理、女がいないと無理同士だからちょうどいいんじゃない、うん、まあ俺とは違うよね、うん、どうでもいいよね結局、うん、そういうやつって結局ネタがない、何もないと、やっぱそういうのに逃げてしまう、うん、配信者として弱いよね。昔の俺みたい。だから普段ね、なんか会いたいとか結構連絡来るんですよ。もうこういう時に来てほしいよね、申し訳ないけど、うん、でまとめて相手にしたい、うん、まとめてで、はっきり言わせてもらうよ、会いたいとか言ってる人ね。その子一人じゃね、俺は相手できないと思う。あーちゃんやす、やっぱリスナーさん5人ぐらいでやっと俺を満足させれると思う。うん、自分一人で俺をね満足させれると思ったら大きな間違いだよ。うん、うん、やっぱ5人ぐらいいないとね、うん、俺を満たせないと思う、うん、残念だけど。髪型が変っていうコメントがあったんでハットかぶります、うんうん、かっこいいじゃん。変じゃないって、そういうコメントがあると気になっちゃって。髪型成功、いやセットしたらまあ普通にかっこいいよ。自分でセットできないから、うん、清潔して、お風呂入ったんだけど、うん、お風呂一応今日はこれザラの T シャツ着てます。でこの胸ポッケがお気に入りで、ここにこう入れれるからね、タバコを。お気に入りです。似合ってるの本当、うん、急に目覚めたとかまとめて買ったからね、うん、もう服は買いに行かないし、
ちょっと物欲も収まったかな。じゃあ靴下チェックだ。臭くない、まだいける。靴が新品だからね、臭くないよね。チャージ完了。メガホン余ってる人いないの？メガホンいない？いないかい？ちょっとあと肩凝ってる。もう肩こりがつらい。肩こりが。で、今日ちなみにお酒飲みます。そういう気分なんで。ワンちゃんマッコリいっちゃうかも。あ、216個いいっすか。ゆうちゃんと100個もやーちゃんで、あ、そう、 S ちゃんね、ありがとう。本当に美味しいとこ連れてってあげるよ。マジでうまい。特にユッキがうまい。ユッキ食ったらビビるで。多分今までで一番食ったらうまいと思う。ユッキ、あ、258個のんちゃん、ありがとうね。フォローするよ、のんちゃん。センキュー。マコリ行くか、酔っ払うか。つかちょっと鬱っぽいわ、ほんと。リスナーさん、ちょっと配信しなきゃと思って つけたはいいものの、もう体がだるい。運動しないとダメかな。あ、ヒサさんありがとう。センキュー。ちょっとだるいよ、ずっと。たくさん寝たんだけどね。天気悪いんだ。やめるか。天気うつとか。上着ないんだよね、上着が。いや、寝ろつか結構寝た、たくさん。で、昨日ね、怖い夢見てさ。久しぶりにね、とある女の子に寝落ち通話してもらった。とある女の子に電話つないでもらって寝ました、優しかった、優しい子だったわ、そんな人欲しい。寝落ち通話とかってする？久しぶりにした寝落ち通話つうか、相手は寝てないけどね。何わざとそういうのとか。わざとも何も、事実しか言ってないけど。匂わせも何も。だって